サメさん、電脳名線行ってみたいと思います。で、電脳名線って何ですかという方いらっしゃるかもしれませんが、皆さん、こちらでございます。そして、この大学の皆さん、リクエストをいただいたんですが、皆さん、実はですね、すでにいくつか動画配信しております。で、本日の動画もそうなんですが、再生リスト、国公立大英語。皆さん、これを参考になさってくださいね。で、丸1番、電気通信大学、3638。これ、投資番号ですからね。で、丸2番、東京農工大、3626。で、丸3番、名古屋工業大学でございます。これは皆さん、以前にですね、動画配信しておりませんでしたので、本日この後、行ってみたいと思います。そして4番、京都工芸繊維大学。で、これも3632番にすでに配信済みなんですが、皆さんリクエストをいただいた方ですね。まあ、コメントが少しいるんじゃないかなというところで、皆さん今から行ってみたいと思います。で、このすでに配信した3632番っていうのは、2018年度の問題を扱いました。で、皆さん今日現在2021年度の過去問が、すでに東進ハイスクールさんのホームページに掲載されておりました。で、2018年となんか違いが出たかというと、それほど大きな変化はないような感じがするんですが、改めて対策でございます。で、皆さん、国公立でありながら、もうやっぱり次第型のマーク式ですよね。内容1問題、下線部説明。これはやはり昔から踏襲されて出題されております。再生リスト、G マーチ。もしくは、カンカン通りですね。これ皆さん、ぜひご覧いただけるといいんじゃないか。で、一方、宇野記述説明。これは先ほどご紹介した国公立大英語。ぜひ活用なさっていただけると幸いです。ということで皆さん、今から名古屋工業大学行くんですが、まあどちらかといえば次第型中心でございます。で、その中でも対策が、まあちょっとどうかなっていうのが、おそらく空小銃問題かと思いますので、今からそれ行ってみたいと思います。ということで、頑張っていきましょう。さあ皆さん、まずは設問の指示の一読だけお願いいたします。さあ皆さん、問題文と選択肢でございます。まずは空欄1番。選択肢こちらから検討お願いします。サミさん、空所の1番左側でございますが、最もうにゃうにゃなもの。サミさん、最もうにゃうにゃなものと書いておりますが、皆さん、ヒントはおそらく空所の右側ですよね。そうです、文末。ソーシャルメディアが提供しているもの。で、一番ありえなさそうなのが、皆さん、選択肢の D のエクセス。過度ですよね。まあ、ソーシャルメディアは過度なものも提供しているかもしれませんが、皆さん、穏やかなものもありますからね。そして皆さん、次になさそうなのが選択肢の A、Virtue ですから美徳。で、一方選択肢の B と C、価値であれば皆さん、SNS が提供しているものですよね。まさにこの YouTube もそうでございます。で、皆さん、両方とも価値なので、なんか正解がないじゃないか、と若干思うかもしれませんが、皆さん、瀕死でいけそうですね。そうです。選択肢の B は前置。で、選択肢 C、value は名詞。で、皆さん、今回空欄1番は皆さん、most の右側でございますので、名詞を入れればよろしいですね。ですから正解は C ということでよろしいかと思います。で、皆さん、続いて空欄2番の検討をお願いします。さあ、皆さん、これは空詞の右側に such as、例えば、うにゃうにゃのような、という表現ございますので、皆さん、後ろの方をヒントにして解いた方もいらっしゃるかと思います。一方、空所の左側、it があってですね。で、どこをつなぐのかなと思って見てみると、皆さん、ソーシャルメディア。つまり、左側の文章とのつながりが見て取れるんではなかろうか。で、そうやって考えて、皆さん、選択肢検討した方もいらっしゃるかと思います。で、そうすると皆さん、feeling、感情。これを示す表現がありますよね。選択肢の A は証拠。で、選択肢 B は許可。で、選択肢 C は創造性。で、選択肢の D は感情。そうです。言い換え可能な表現がありました。ですから正解は D ということでよろしいかと思います。さあ、皆さん、続いて空欄3番でございます。選択肢こちらから検討お願いします。さあ、皆さん、一発で消せそうなのは選択肢の D ですよね。皆さん、ought to 不定詞、助動詞。ですから空欄の右側、were という B 動詞とはセットで使えないですよね。そして次にダメそうなのは選択肢の C の possible。で、これ、主語に人間置けませんでしたよね。ですが、空詞の左側、teens ということで、皆さん、主語が人間になっております。ですから、C は×。で、皆さん、A か B かなんですが、皆さん、選択肢の B。で、これ、第四分形を取る動詞ですね。ですから、空詞の右側には少なくとも名詞が必要。ですが、皆さん、to 不定詞来ちゃっておりますので、皆さん、文法上×。ですから、選択肢の A が良さげですよね。be allowed to 不定詞。空詞の右側に to 不定詞おりますので、
正解は A ということでよろしいかと思います。さあ皆さん、続いての段落でございます。皆さん、これ名古屋工業大学2018年の問題ですからね。それを踏まえて、まずは蔵4番、選択肢こちらから検討をお願いします。さあ皆さん、これ空詞の左側ですが、 Today と書いておりますので2018年現在で、空詞の右はソーシャルメディアの前の時代、まあそれは2000年代前半、まあもしくは1990年代、それほど前の話なんですから、皆さん生まれてるか生まれていないか、まあそんな時代の話でございます。で、そういう一昔前の話を10代の人たちは点点点と言われたら、選択肢の D ですよね。思い出せるわけがなさそうですね。で、選択肢の A は望む、で選択肢の B は促す、で選択肢 C は磨く、ですからやっぱり思い出せないとなる D が正解ということでよろしいかと思います。さあ続きまして、空欄5番、こちら選択肢の中から検討をお願いします。さあ皆さん、これ空詞の右側でございますが、助動詞の過去と皆さん Today、 皆さん現在の話をしているにはかかわらず助動詞の過去がいますよね。で、そういう条件が整った時に考えるのは仮定法で、選択肢の中で仮定法としてバッチリなものと言われたら、もう一発で B ですよね。皆さん、もちろんこれ VS 統治が起こっておりますが、元々の形は If it had survived で、皆さんご存知かと思いますが、仮定法では接続詞の If を省略すると統治が起こりましたね。ですから仮定法の原則バッチリ、よって正解は B ということでよろしいかと思います。それでは続いて空欄6番でございます。選択肢こちらから検討をお願いします。それでは、まずダメそうなのは選択肢の A ですよね。establish。もちろん他動詞。うにゃうにゃを設立する。で、他動詞ですから後ろに目的語があるかなと思って見てみても、前置プラス名詞でございます。で、次に削れるのは選択肢は C ですよね。もちろんリザルトと来たら、後ろ in がつくのは問題ないんですが、前後は原因結果の関係が成立していたはずでございます。つまり空詞の左側が原因で、リザルトインの右側が結果で、その関係性が成り立ってるかと言われたら、皆さんインスタグラムの結果2010年が起こりますみたいな話にはならないですよね。ですから C も×で、皆さん次にダメそうなのは選択肢の D、 皆さん fail in、 まあいいんですけど、皆さん fail in の右側、まあ例えばビジネスにおいて失敗する、そんな感じで使えたら問題ないんですが、やっぱり今回 in の右が2010年、皆さん年号において失敗はできないですね。となってくると選択肢の B、 皆さん launch であれば始まりました、で Instagram が2010年に始まりました、で意味内容上バッチリなんですが、前振りとなっている表現もございます。 MySpace が2003年に創設されました、まあ、つまり始まったんですね。で、真下でございますが、Facebook は一切若い。まあ、つまり Facebook は2004年に始まりました。という流れで、皆さん、Instagram は2010年に始まりました。その関係性もバッチリ。ですが、正解は B ということでよろしいかと思います。